通称黒い絵。スペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤが晩年に自分の別荘のために描いた絵の総称です。ゴヤはこの黒い絵に囲まれた家で4年間ほぼ外出せずに過ごしたといいます。なぜ黒い絵と呼ばれるのか、これらの絵を見ればその理由がわかるでしょう。人間の体をむさぼり食う怪物、悪魔の象徴である黒ヤギを囲んで執り行われる儀式、暗いところで集まる人々、14枚描かれたこの黒い絵たちを順番に見ていき、最後はなぜゴヤがこのような絵を描いたのか考察してみることにしましょう。レオカディア、黒いベールをかぶった喪服とおぼしき姿の女性がどこかに寄りかかっています。この女性はゴヤの愛人だったと言われているレオカディア・ワイスという人物です。ゴヤが67歳の時に同棲し子供を設けました。しかし彼女は実は結婚しており、ゴヤとは不倫関係にあったといいます。そんな後ろめたい関係を築いたレオカディアに喪服を着せ、他の黒い絵と一緒に別荘に飾ったのには何か深い理由がありそうです。魔女の野猿、黒いヤギと白い衣装を身にまとった小さな人を中心にたくさんの人が集まっています。目元が影がかった人が恐る恐る覗くようにヤギの方を見ています。タイトルの通り、これは魔女の集会だと言われており、たくさんの魔女たちが悪魔サタンの話を聞きに来ているのでしょう。圧倒的な権威に媚びへつらうように身をかがめる人々、その右側で椅子に座った一人の女性が、その他の魔女とは全く異なった雰囲気で描かれています。これは一説によると、先ほど登場したレオカディア、もう彼女は不貞を働いたということで悪の道に足を踏み入れてしまったのかもしれません。一見なんてことのない絵、画面の大部分は黄土色、下の方には茶色で地面とおぼしきものが描かれており、そこから首を覗かせる犬。しかし犬の目に生気はありません。白く濁っているようにも見えます。この作品は犬の頭、砂に埋もれる犬、溺れつつある犬、沈みつつある犬などと呼ばれています。流砂の中に飲み込まれた犬が抜け出せずにいて、じわじわと死が迫ってくる様子を描いているようです。二人の女と一人の男、二人の女性と一人の男性が描かれています。うっすらと笑みを浮かべた男性は自分の股間に手を伸ばし、その様子を二人の女性が馬鹿にしているようです。この絵は G をしている男性とそれを見る二人の女性が描かれており、その顔には狂人めいた笑みが浮かんでいます。読書、五人の男性が身を寄せ合って何らかの書物を読んでいます。中央の男性の膝に乗った雑誌か新聞かを前方3人が聞き、おそらくその音読を後方の2人が聞いている場面でしょう。この男性たちは一説によると政治家で、自分たちのことが書いてある記事を読んでいると言われていますが、真相は明らかではありません。ちなみに X 線で撮影すると、中央の人物の頭に巨大な角、あるいは鳥の羽のようなものが生えていて、頭の上にそれが飛び出ていたはずだとスペインのコンプルテンセ大学の教授は言っています。アスモデア、二人の男女が身を寄せて空を飛んでいます。目指すところは奥に霞んで見える大きな山でしょうか。山のふもとにはたくさんの人が、そして右下には銃を構える人が描かれています。アスモデアとはユダヤ教とキリスト教に登場する悪魔のことです。もともとはアスモデウスという名前の男の悪魔として、旧約聖書の外伝、飛び時に登場しています。ある一人の女性に夢中になった悪魔が、その女性の婚約相手を次から次へと絞め殺すという悪行をしていました。
そんな色恋に目がない悪魔の女版がアスモデアです。男性を連れ去り、魔女の夜の宴へと連れて行っている場面でしょうか。もともとは無題だったこの絵に、後にゴヤの友人がタイトルをつけたため、ゴヤ自身が何を描いたのかということは未だ謎に包まれています。運命の女神たち。4人の人物が光る川の上に浮遊しながら、奥の子供に何かしているようです。この3人の老婆はギリシャ神話に登場する運命の女神たちです。左から人間の寿命という糸を紡ぐ女神、長さを決める女神、そして糸を断ち切る女神。ギリシャ神話の様々な場面で脇役として登場する彼女たち。遠い昔、まだ医学が発展していなかった時代は、家族や友人との悲しき別れを女神の諸行と捉えていたのでしょう。この絵をよく見ると、一番左の女神の手には子供が握られています。この子供の運命を三人の女神が決めているところなのでしょうか。一番手前に描かれている男性はこの子供の親で、どうにか子供の運命を良き方向へと導いてあげたいものの、後ろで手を縛られており、自由に身動きが取れないように見えます。しかし、実際にこの人物が誰なのかということは分かっていません。棍棒での決闘。似た格好をしている男性二人が棍棒を持って殴り合いをしています。左の男性は流血しており、奥に描かれている山からも血が流れているように見えます。男性二人の足は地面に埋まっていて、ここから抜け出せないようです。よく見ると、男性の足元には放牧された牛が描かれていることから、この二人は巨人ということもわかります。言われるところによると、この二人はスペインの内戦を例えたものだと言われています。土着の民族同士が忌み嫌う内戦を、ゴヤは心から悲しんでいたのかもしれません。いかがだったでしょうか。黒く恐ろしい絵画を連続して描き、その絵と神職を共にした風変わりな画家ゴヤ、その波乱の人生と残る6点の絵画についてはまた次回の動画でお話しします。私が一番怖いと思った絵は、レオカディアと砂に埋もれる犬が一番こう見ていてゾッとしました。まず砂に埋もれる犬はタイトルを知らずに最初パッと見たんですね。それで意外と普通の絵だなと思って見ていて、タイトルを見てギョッとしました。このワンちゃんが流される、あるいは埋もれる、まさにその瞬間を描いているっていうことに、をこう絵を見てるときは気づかなかったけど、タイトルを見て気づいたというか気づかされて、驚きました。これを描いて自宅で過ごすってだいぶ趣味が悪いなと思ったんですけど、これ調べたところによると、多分社会風刺みたいなことを書いてるんですよね。当時のスペインの状況とか、ゴヤ自身を取り巻く環境を例えて書いたっていう。それだったらただワンちゃんが流される様子とか埋もれてる様子を書くっていう画家の心境じゃないってことがわかるんで、ちょっと気分は落ち着きました。で、もう一つのレオカディアですけど、これは完全に風刺とかではなくて、個人的に恨みがあるじゃんっていうのが伝わってきて怖いなと思いました。人間らしくて怖い。人間って罪悪感を抱いているものには辛く当たってしまうと言いますが、そんな感じがしました。不倫をしたのはどっちも悪いですけど、旦那さんがいるのにレオカディアとそういう関係を引きずってしまったゴヤ自身が多分すごく後ろめたく思っていたんだと思います。女性に喪服を着せて、なんだかわかんない土の山の横にもたれさせるっていうのはかなりこう不自然ですし、私はこの土の山がお墓に見えて仕方ありませんでした。なんかこのお墓の穴を掘った後の土を乗せた山みたいな、あるいはこの山自身がお寺、あ、お寺じゃないお墓だ、お墓かなみたいな、そんな風に見えました。まあ女性を葬っても過去は消えないぞって思いますけどね。はい、結構絵を見て思うところとか感想を言ったりするのって楽しいんですよね。なのでよく美術館に行って脳内で独り言を言っています。でも私のやってるアート好きコミュニティ、アートギークホームでもメンバーでこういうことをしょっちゅう話しています。
とギークホームのメンバーと絵画を見てこうキャッキャッと楽しそうに雑談するチャンネルが多分年内にできると思うので、もしよければ見てください。多分ラジオとか雑談部屋みたいな感じになると思います。なんか怖い絵を見てキャーって言いながら見たり、これは、面白いねみたいな感じで話すザクバラに話すチャンネルができると思うので、ぜひお楽しみにしてください。YouTube では結構真面目に解説してますが、私糸春は結構俗っぽくてミーハーなところがあるので、そんな面も皆さんに今後知っていただけたら嬉しいです。ではまた別の動画でお会いしましょう。